こんにちは、治療科の井田です。今日もですね、動画を見ていただいてありがとうございます。今日のテーマはですね、立ち上がると痛い膝の痛みを治す方法に関してですね、動画をお送りできればと思います。今回の動画はですね、あなたがもし膝が痛ければですね、見ていただきたい動画になります。で、なぜですね、あなたの立ち上がりの動作で膝が痛いのかというとですね、簡単に言うとですね、膝の裏にある筋肉がですね、固まることによって立ち上がりの動作が出るんですね。その筋肉は何かというとですね、一つ膝下筋という筋肉になります。膝下筋に関してはですね、後で後ほどですね、場所をお伝えしますけれども、膝のですね、ちょうど真裏にある筋肉になるんですね。で、その筋肉がですね、硬くなることによって関節周りの筋肉が硬くなるんで、関節のですね、動きが悪くなったりとか、あとはですね、関節のハマりが悪くなったりすることによって、立ち上がりの動作でですね、ズキンという痛みがですね、走るわけなんですね。なので、解決策としてはですね、その膝下筋自体をですね、筋肉を緩めてですね、あとは動きやすくするストレッチをやることによって、あなたのですね、膝の痛み、ズキンという痛みをですね、解消することができるんですね。なので今回はですね、膝の痛み、膝をですね、立ち上がる動作で痛みが消える方法をストレッチだってマッサージ方法をですね、お伝えしたいと思います。はい、それではですね、膝下筋の場所とですね、あとは緩め方、マッサージ方法とストレッチ方法をですね、お伝えしたいと思います。膝に関してはですね、まずは痛みを確認するのもそうなんですけれども、可動域、動きの確認をしていただきたいと思います。どのぐらいですね、立ち上がりの動作でどのぐらいの角度に曲がるのか伸びるのかっていうのをまず確認してみてください。で、これでですね、マッサージをやった後に再度ですね、確認するとですね、ものすごいいかなかったところが曲がりが良くなったりとかですね、伸びなかったところに伸びるっていうのが出てくるんですね。なので、まずストレッチとマッサージをする、ストレッチマッサージをする前にですね、どのぐらい曲がるのかっていうのを、曲がるのと伸びるのかっていうのを確認をですね、まずはやっていただければと思います。はい、それでですね、まず膝下筋に関してなんですけれども、ちょうどですね、真裏になります。真裏になるので、ちょうどこの膝をですね、こういう形で持ったちょうどこの真ん中になります。で、この真ん中をですね、ちょうど上にこっち方向に押してもらうと痛いポイントがあると思うんですね。ど真ん中です。グリグリしたものがあって、ちょうど痛いポイントがあると思います。それがですね、ちょうど膝下筋になるので、そこをですね、緩めたいと思います。マッサージをまずやるんですけれども、緩め方としてはですね、まずこういう形でですね、親指を下に向けてもらって、両方ですね、こういう形で持ってもらって、こうやって押していきます。なので、こういう形で持ってもらって、膝をですね、ロックします。で、この状態で親指をですね、こういう上に上げる状態でやっていきます。で、この状態でグッて押してですね、こういう、こっち方向ですね、こういう形でスライドさせます。なので、一緒にやっていただきたいんですけども、グッて押した状態で、この状態で親指だけグリ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 やっていきます。で、これをですね、何回かやるとですね、緩んだ状態がポイントが分かると思いますんで、痛みを最初のポイントでグッて押したところで、痛いところっていうのを、こういう方向でですね、ちょっと緩めてもらえると、最初の痛みからですね、どん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 痛みが消えてくるんですね。で、それを確認したら OK です。なので、この方向でぐり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 、まずはですね、この方向で緩めていただければと思います。はい、それではですね、次にですね、ストレッチの方法をですね、お伝えしたいと思います。ストレッチに関しては、この下の膝下筋を単体でですね、伸ばしたいので、まずはですね、何かクッションがあればいいです、一番。で、なければですね、何かタオルをですね、バスタオルでもいいので丸めてもらって、この筒状にですね、作ってみてください。で、それをですね、膝の下に引きます。で、さっきみたいにですね、ここをですね、膝の下をですね、こういう形で、この中指でですね、膝の下をですね、こう持ってもらう形になります。持ってもらって、この状態でですね、膝のこのど真ん中、お皿のですね、ど真ん中をぐーっと下に押さえてみてください。そうするとですね、この膝の裏がものすごい伸びると思うんですね。で、これはですね、あくまで押さないで、感覚、膝のですね、この膝の裏がですね、伸びてるかどうかっていうのを感じるだけなので、こっちの逆の手をぐーって押すとですね、ピンと伸びてる線が
現れるんですね。それを左手は確認するだけです。で、右はですね、上から押してどん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 膝をですね、伸ばしていく形になります。で、足首に関してはそんなに、意識しなくてもいいと思うので、楽な姿勢でいいと思います。で、こっちの右手でですね、膝のお皿のど真ん中をぐーっと下に押していきます。そうするとですね、膝の裏が伸びてくると思うんで、これをですね、ぐーっと押した状態でキープして15秒数えていきます。じゃあ実際にやっていきますね。ぐーって押した状態で左手でですね、伸びてるのを感じながら、15秒いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、これをですね、だいたい1回を3セットぐらい、やってもらうと、この膝の裏がですね、ものすごいスカキンがですね、伸びる状態になってくるんで、伸びてくるとですね、血流がザーって流れ出してですね、動きが良くなるんで、ぜひですね、これセットでマッサージとストレッチをですね、セットでやってもらえればと思います。はい、今日はですね、膝の立ち上がりの動作の痛みを抱えている方に関してですね、膝の裏の膝下筋という筋肉をですね、緩める方法、マッサージの方法とストレッチの方法をお教えさせてもらったので、これをですね、ぜひ毎日行うことによって、あなたのですね、立ち上がったあのズキンという痛みがですね、軽減してくると思うんで、ぜひですね、やってもらえればと思います。ここで一つポイントがあるんですけれども、病院とかですね、整形外科さんとかですね、レントゲンを取った時に変形性の膝関節症って言われた方に関しても、この膝下筋っていうのを緩めるとですね、非常に伸びだったり、膝の伸び曲がりだったり伸びだったりっていうのが非常にですね、改善してくるので、その膝下筋自体をですね、緩めてもらうことっていうのは、その変形性膝関節症の方に関してもですね、有効になってくるので、ぜひですね、それをやってもらえればと思います。でですね、最後に確認をしたいんですけれども、ストレッチをやる前と、そのエクササイズをですね、やる前と、やった後で再度ですね、また確認してもらって、やる前とですね、動きがどう変わったのかっていうのを自分の中で判断してもらうと、体っていうのはできないことをですね、できるようになると、どん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 できるようになっていくんですね。なので、その部分をですね、ぜひ、確認をですね、個人でですね、やってもらえればと思います。今回はですね、膝立ち上がりの動作のですね、膝の痛みを治す方法に関してのストレッチマッサージ方法をですね、お伝えさせてもらいました。これをですね、実践して毎日行うことによって、あの辛いですね、立ち上がりの動作、膝のですね、立ち上がった時のズキンっていう痛みがですね、軽減してくると思うんで、ぜひ毎日やっていただければと思います。このチャンネルがですね、非常に良かったよと思う方はですね、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。このチャンネルをですね、チャンネル登録していただくことによって、あなたの体っていうのをキープすることができます。健康をですね、維持してですね、より良い人生を送っていただくための、知識をですね、お送りしていますので、ぜひですね、チャンネル登録をお願いいたします。今回やったですね、膝の裏のですね、ストレッチマッサージをですね、やってみて効果が出たよって方はですね、ぜひ高評価をお願いいたします。また何かですね、この症状取ってほしいとか、このストレッチを教えてくださいってことはですね、コメント欄から質問を受け付けていますんで、ぜひですね、コメント欄から質問していただければと思います。それではですね、次回もお楽しみにお待ちください。ではまた。